宗教とは何か？その質問に対する明確な答えはないであろう。あるクリスチャンは言っていた。キリスト教は宗教ではないと。多くの宗教は、神の存在を前提とする。では、仏教は宗教なのだろうか？儒教はどうだろう？民族と同様、宗教という言葉も曖昧だ。しかし、人はその曖昧な何かで殺し合いを始める。サンバルテルミの宗教弾圧は、その最たる例であると言ってよいだろう。キリスト教はいつできたのか？それに対する明確な答えもない。だが、カトリックが確立した時ならわかる。西暦325年である。西暦313年、ローマ帝国の皇帝コンスタンティヌスは、ミラノ勅令を出して帝国内のすべての宗教を合法にした。それより少し前、ローマ皇帝ディオクレティアヌスは、皇帝崇拝を奨励し、それ以外の宗教を迫害していた。ミラノ勅令は、まさに世界史の転換点であったのだ。なお、その頃はまだコンスタンティヌスは唯一の皇帝だったわけではなく、唯一の皇帝となってからすぐに、小アジアのニケアで公会議を開いた。議題は、キリスト教のカトリ系を決めること。当時は、現在のように電信技術が発展していたわけではない。さらにキリスト教は非合法であったため、それぞれの地域で独自に発展し、統一的な教義もなかった。それを皇帝自らが参加する会議で、カトリ系、つまり正統派を決めようというのがニケア公会議であったのだ。ニケア公会議の時点では、アリウスの教義とアタナシウスの教義が有力であった。アリウスは、イエスはあくまで人とする一方、アタナシウスは、イエスは神や聖霊と同一の存在であるという、三位一体説を主張した。ニケア公会議の結果、三位一体を主張するアタナシウス派がカトリ系として認められ、アリウス派は異端となった。カトリックの誕生である。この点で勘違いしやすいのが、カトリックの誕生を11世紀後半であるとしてしまうことであるが、それはローマ、カトリックの成立した時期である。違うのかい？全然違うのかい？同じといえば同じ、違うといえば全然違う。話を11世紀まで飛ばすと、西のローマ帝国は滅んでいた一方で、東のローマ帝国は健在であった。西方はすでにゲルマン人の支配する土地となっていた。ゲルマン人たちは、375年の大移動より前から、実はアリウス派の信奉者だったのだ。そのままゲルマン人たちは西のローマ帝国領内に次々と王国を建国していく。ローマ人たちは、彼らを同じキリスト教徒、とは認めなかった。民族や言葉が違うからではない。彼らは異端であるアリウス派を信奉していたからだ。ゲルマン人の統治はそれゆえにうまくいかなかった。しかし、ゲルマン人の中で、唯一アタナシウス派、つまりカトリックに改宗した部族がいた。フランク族である。フランク族の王クロイスが、カトリックに改宗したことで情勢は一気に変わった。ローマ人たちの末裔が、彼らを受け入れたのである。こうして、ゲルマン民族とラテン民族の融合が始まった。フランク王国はやがて分裂し、現在のドイツやフランスになっていく。フランス、という国名はフランク王国、から来ているという説が有力だ。フランク王国を最も歓迎したのは、ローマ教会のトップであるローマ教皇であった。当時、カトリックの主張はローマ教皇ではなかった。五本山と呼ばれる5つの教会がそれぞれ主位権争いを繰り広げていたのだが、そのうち3つは拡大するイスラム教に飲まれた。残ったのはローマ帝国の新たな都となったコンスタンティノープルと、ローマの教会となる。どちらが正統なのか、どちらが主位権を持つのか、コンスタンティノープルとローマの教会は、それぞれが自己が正統であり、主位権を持つと主張した。ただ、コンスタンティノープルには皇帝が動かせる実効的な軍隊があったが、ローマ教皇にはそのような軍隊はなかった。そこで、ローマ教皇はフランク王国のカール大帝に戴冠をし、ローマ皇帝の位を授けた。これに反発したのが東ローマ皇帝だ。ローマの教会にそのような権限はない。
結局、11世紀にローマとコンスタンティノープルは、お互いを破門とした。世界史の教科書では、便宜的にこの時にキリスト教は、ローマ、カトリック、とギリシア正教、に分離したと説明するが、分離はとっくの塔にしていたのだ。さて、話を少し戻すが、フランク王国はその権力をローマ教皇に認められたと言ってもよい。その後継たるフランス王国も、ローマ教皇によってその統治を認められた存在であったと言える。この点は、サン・バルテルミーの宗教弾圧を理解する上で非常に重要な点となる。フランスの王権は、カトリックの存在を前提として存在しているとも言えるのだ。しかし、16世紀にヨーロッパ世界に激震が走る。ルターが宗教改革を引き起こしたのだ。これはあまりにも大きな出来事であった。それ以前から、ローマ、カトリック教会の権威は落ち続けていた。鳴り物入りで始まった十字軍は失敗し、一時期は教皇庁がフランス国王によってアイニョンに移されたこともあった。しかし、それでもローマ教皇を頂点とするローマ、カトリック教会の権力は絶大であった。カトリック教会に反抗したウィクリフやフスは異端とされ、フスは生きたまま焼かれ、ウィクリフは墓を暴かれて焼かれた。このチャンネルで何度か触れている通り、キリスト教徒にとって、一番の悪は異端である。キリスト教徒は、キリスト教徒にとって、素晴らしい教えに目覚めていないかわいそうな人々であるので、自分たちが救わねばならないのだそうだ。つまり、総じてまだ救いようのある人々なのである。しかし、異端は違う。悪魔に見入られて道を踏み外した人々なのだ。よって救いの道はない。絶対にこの世に存在してはならぬものなのである。カトリック教会は、異端を抹殺すべく、盛んに異端審問裁判を行った。そのために異端審問官を置き、異端を生きたまま焼いた。詳しくは、トマス、デ、トルケマダ、を見てね。かの有名なフランスの英雄、ジャンヌ、ダルク、も最終的には異端審問裁判で有罪となり、生きたまま焼かれたのであった。ルターがそうならなかったのは、ルターには強力な庇護者がいたからである。ザクセン選定公をはじめ、ドイツ諸公がルターの庇護者となった。これに対し、ドイツの神聖ローマ皇帝、カール5世はルターを異端とし、ドイツでは宗教戦争が始まることになる。これまたこの動画で何度か触れているが、ドミノ理論、という理論がある。一つの国で起こった変革が、隣国に飛び火する現象である。ドイツで起きた火の粉は、フランスに飛び火した。さて、我々が、プロテスタント、と呼んでいる一派には、二つの大きな潮流がある。ルター派とカルバン派だ。プロテスタント、をそのまま訳せば、抵抗するもの、となる。この場合、ローマ、カトリックの絶対的な権威に抵抗するものといった感じであろうか。ルターが95箇条の論題を発表してから約20年ほどが経った時、ある一冊の本が発表された。本の名前はキリスト教綱要、書いたのはパリ大学で神学を修めたカルバンという人物である。フランス国内では宗教改革に対する迫害がひどかったため、カルバンはスイスのジュネーブでその発表を行った。カルバンの考えに共鳴する者たちは、カルバン派を形成し、フランスではユグノーと呼ばれるようになる。なお、オランダではゴイセン、イギリスではピューリタンと呼ばれるようになり、イギリスでは後にピューリタン革命を引き起こす。さて、他のヨーロッパの国と同様、フランスも大いに混乱していた。国内では商工業者や貴族たちがカルバン派を支持し、急速に規模を拡大していたが、バロワ朝フランスの国王、アンリ2世は、カルバン派ユグノーに対して、激しい弾圧を加えた。ドイツ同様、フランス国内もカトリックとプロテスタントで二分され、やがてユグノー戦争、が始まった。カトリック側は国王アンリ2世をはじめ、大貴族であるギーズ公など、いわゆる支給派が中心となり、カトリック同盟を結成する。一方ユグノー側もコンデ公が中心となり、イタリア戦争の英雄コリニー提督や、ブルボン家が加わり、まさにフランスを二分する内乱に発展していった。そのような状態の1559年、バロワ朝フランス国王、アンリ2世が、
この世の人ではなくなる。アンリ2世の後を継いだのは、わずか15歳だったフランソワ2世であった。幼き王ゆえ、摂政がついたのだが、その摂政というのが、フランス史上最強の悪女、カトリーヌ、と、メディッスであった。メディッスの名が表すように、彼女は宗教改革の原因を作った、メディチ家の出身である。そもそもの発端は、メディチ家出身のローマ教皇、レオ10世が3、ピエトロ大聖堂の改修のために、食友情を販売したことがきっかけであった。食友情？それを買えば罪が免除されるんだそうだ。地獄の沙汰も、金次第。ルターはさすがにおかしいと声を上げたんだよ。さて、そんなカトリーヌ、と、メディシスであったが、1572年8月、自分のお宅を皆殺しにした。さすがフランス最強の悪女王。兄弟はサンバルテルミの宗教弾圧、としたが、サンバルテルミの虐殺、とされることの方が多い。アンリ2世が亡くなって以降、フランス宮廷の実権は、完全にカトリーヌ、と、メディシスが握っていた。夫のアンリ2世が死に、息子のフランソワ2世がフランス国王となったわけだが、それからわずか1年ほどで、フランソワ2世は帰らぬ人となってしまった。カトリーヌはその後、作謀によりフランソワ2世の弟であるシャルル9世を即位させ、やはり摂政として政治を牛耳った。この時シャルル9世はまだ10歳。母親の言いなりになるしかなかったであろう。カトリーヌは、最初からユグノーを虐殺するつもりだったわけではなかったようだ。彼女はユグノー側との間にポワシー会談を開いたが、結局融和はできず、1562年には、サンジェルマン官僚令を出し、再び融和を図っている。これでフランス国内の宗教対立は収まるかに思えた矢先、アシーの虐殺、と呼ばれる事件が起きてしまう。これは、急進派とも呼ぶべき強心的カトリック派のギーズ公が、アシーにて礼拝中のユグノーを虐殺した事件である。この事件によってフランス国内における宗教的融和は絶望的になり、カトリックとユグノーの争いが激化する。ユグノー側のコンデコート・コリニー提督は、イングランド女王エリザベス1世と同盟を結び、フランス各地を占領していく。両軍は一進一退の攻防を繰り広げながら、1563年にはカトリック側の中心であったギーズ公がユグノー側に暗殺され、同年に一度はカトリック側とユグノー側の講和が結ばれた。しかし仮初めの平和は脆くも崩れ去る。1567年、モーノ奇襲事件発生。ユグノー側は突如フランス王家を襲撃し、国王一家が命からがら逃げ延びる事態となる。ヤブをつついて蛇を出す。この襲撃が、カトリーヌ、と、メディシスの心を変えた。彼女はこれ以降、ユグノーに対して慈悲を持つのをやめた。彼女は暗殺されたギーズ公の息子と結託し、ある計画を実行することにする。そのために、カトリーヌは娘のマルグリットと、ブルボン家のアンリを結婚させることにした。人々は喜んだ。カトリック派のトップであるバロワ家と、ユグノー派のトップであるブルボン家が結ばれ、平和な時代が訪れるのだ。カトリックとユグノーが丘の上で共にコーヒーを飲む時代が訪れた。人々は、心の底から二人の結婚を喜んだ。それがカトリーヌによって仕組まれた惨劇の始まりであるとも知らないで。1572年8月、二人の結婚式でそれは起こった。ユグノー側の指導者である、コリニー提督暗殺。それは合図に過ぎなかった。結婚式に集まったユグノーたちに、カトリック教徒たちは一斉に襲いかかった。それはもう、文字通りの虐殺であった。具体的な数は不明だが、数万人規模のユグノーがこの日、無残な遺体に変えられたという。この事件こそが、歴史に残る、サン・バルテルミの宗教弾圧、である。カトリーヌ、と、メディシスは、ユグノーを文字通り一網打尽にしたのだ。カトリーヌが虐殺を指示した証拠はない。それゆえにカトリーヌの関与を否定する者もいる。真実はわからない。わからないが、この事件によって、ユグノー側の勢力が壊滅したのは確かである。フランスは今も、
カトリックの国なのである。ユグノーの指導者コリニー提督は死んだが、まだ一人、ブルボン家のアンリは生き残っていた。アンリはバロワ家に捕らえられ、幽閉されて、無理やりカトリックへの改宗を強制された。その間にカトリーヌ、ド、メディシスはますますユグノーへの圧力を強め、国内から絶滅させんばかりの勢いであった。さすがフランス史上最強。3、バルテルミの惨劇より2年後、カトリーヌの息子であるシャルル9世がこの世を去り、その弟がアンリ3世としてフランス国王になった。3、バルテルミによって壊滅的な打撃を受けたユグノーであったが、意外な人物を名士として担ぎ出すことに成功した。意外な人物？アンジュー公フランソワ。フランス国王アンリ3世の弟にして、カトリーヌ、ド、メディシスの実の息子である。これによってフランス国内のユグノーは息を吹き返し、バロワ朝フランスは、亡流勅令を出して、ユグノーの礼拝を認めた。ほぼ同じ時期にブルボン家のアンリが逃げ出し、再びカトリックからユグノーに改宗している。さて、ユグノーの礼拝を認めた亡流勅令は、ユグノーには歓迎されたが、カトリック教徒からは裏切りにしか見えなかった。結局カトリック勢力の圧力で、亡流勅令は廃止されたが、今度はユグノー側が、脱出したブルボン家のアンリを名主に、放置し始めた。あまりにも無理ゲーすぎる。一貫性のない政策によって、アンリ三世はカトリック側の支持を失い、カトリック勢力はギーズ公のアンリを支持するようになる。摂政として権勢を欲しいままにしていたカトリーヌ、ド、メディシスは力を失い、バロワ家のアンリ三世、ギーズ公アンリ、そしてブルボン家のアンリと、この時期のフランスは、三人のアンリを中心に回っていた。1584年、アンジュー伯フランソワ死亡。1588年、王位を狙っていたギーズ公アンリが、アンリ三世によって暗殺される。1589年、カトリーヌ、ド、メディシス死亡。同年、フランス王アンリ三世死亡。これにより、バロワ家の直系男子はいなくなった。最終的に、カトリーヌ、ド、メディシスの娘である、マルグリット、ド、アロワの夫であったブルボン家のアンリが、アンリ4世としてフランス王となり、フランスではブルボン朝が新たに王家となるのであった。アンリ4世はフランス国王になるとカトリックに改宗し、なんとの勅令、を出して、ユグノーの権利を認めた。これにより、長きにわたって続いた、フランスにおける宗教戦争、ユグノー戦争が幕を閉じる。とまあ、今回は、3、バルテルミーの宗教弾圧、というより、ユグノー戦争の解説になってしまった感じはあるが、これにて解説は終了だ。実際、3、バルテルミー、に関しては謎が多く、本当にカトリーヌ、ド、メディシスが主導したのかどうかもわからない。動画では彼女がユグノーを一掃するためにブルボン家のアンリ4世と娘を結婚させたように解説したが、あるいは本気でユグノーとカトリックの融和をするために結婚させたのかもしれない。長い間、3、バルテルミーはカトリーヌが行ったことになっているが、最近ではギーズ公による暴走だった説もある。真相はわからない。わからないが、この事件によってフランスの歴史は大きく変わり、フランス最後の王朝であるブルボン朝が誕生し、アンリ4世がカトリックに改宗したことで、フランスはカトリックの国のままとなった。フランス国内においてカトリック勢力は依然力を持ち、非課税特権などを得て、特権階級になっていく。そしてそれがフランス革命に繋がっていくのだが、それはまた別の機会に語ることにしよう。そんなわけで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。